あのさっきシャイさんの話してたじゃないですか、うん、橋本さん、はいはい、飲みに行ったみたいな、うん、まあその日じゃないと思いますけど、うん、あのうなぎさんがご飯連れてくれて、はいはいはい、でそのまあ、うなぎさんいつもご飯連れてってくれたりとかどっかこう連れてってくれたりする時、うん、もう俺はもうその後輩に金使わなあかんねんっていう、あかっこいいね、いつもその、うん、ちょっとまあ今までこういろいろ兄さんしてきてもらったのに、うん、もう全然返せてないから、うん、どんどんもう使っていかなあかんみたいな、うん、でその日叙々苑にね、連れて行ってくれたんですよ。すげえ。でうなぎさんと僕とで相席スタートの山添君と、はいはいはい、で田畑藤本の田畑君、うん、まあ、4人で行くってなって、うん、でまあ行ってさ、結構やっぱうなぎさんってその天然というかさ何も覚えてへんなぐらいの感じなんやけどさ、うん、まあついて「石井君酒好きやもんな、よう飲むやろ」みたいな、うん、いやそんな飲まないまあまあそうやな、まあ、そうイメージはないな、飲まんこともないけど、まあ、飲まないことはないけど、そんな言われるほどじゃないもんな、好きやろみたいな、うん、でそうちょっと経ってからなんかタバコ吸う人みたいな話になった時、はいはい、シー君、え、俺がまあ僕は吸わへんが吸わないですって言ったら、うん、あれやめたん、シー君やめたんやみたいな、いや僕一回も吸ってないですそうやな、はい、兄さんとおる時に一回も僕は吸ったことないはずですみたいな、でまあご飯食べるってなった時もシー君よく食うからなみたいな、はい、見てください僕の体つきで食べるわけないじゃないですか、もうボケてるわけじゃないのよ、ほんまにマジやろ、マジで言ってる感じやから、分かるよ、天然というかもう何なのか分からんけどさ、ずっとそんな感じやって、もう結構ずっとその感じ続いててさでさ一回なんかその前話バーって盛り上がってる時、山添君がさなんか心理テストがあるんですみたいな、うん、はいはいはい、でこの間なんかその芸人でやった時すごい盛り上がったんで、もしかしよかったらこれメンバーでしませんかみたいなのがあって、で山添君がその心理テスト出してくれてるけどさ、なんかその内容ちょっと俺もうろ覚えないけど、なんか何かしらのなんかうさぎがなんちゃらみたいな、そういうねうさぎが出てくるなんか心理テストやって、でじゃあ石井さんまず答えてくださいみたいな、で俺がまあまあまあ、こうかなみたいな答えるやんか、でその田畑君に「田畑さんどうですか?」って聞いて、でその後うさぎさんどうですか?」って一番の天然があった最低やもううさぎさんのうなぎさんにもう楽しかったからどうなったんどう変換されたの?分かりまくってみんながめちゃくちゃ楽しそうにしてたけどさ